氷が傷むおかげで他のものが腐らんのだ。さあとりあえず作りましょう。そして最強武器を作ってラスボス戦か。こんなところか。キリンドを持ってきたぞ。ご苦労様でした。さあ直そう。どうなる。反射炉か、反射炉か。たまげた。おいらの火事場じゃ。いきなしすんげーぞーっと。助かったぞ心はよ。さあ、お、炉っていうか釜が。さあ頼むぞ。なんか作るかや。最強の武器はこれか。攻撃力プラス48、32、20。これだな。三くまりの雫があと9個。遠いな。一応小金装備。こっちは水属性最強武器か。まあ翡翠と見まくりで被らないからね。こっちはこっちで作りに行っといていい感じかな。まあ水用の特攻装備だね。鎧を先にね作った方がいいかな。神様、何か作りすかや。やっぱサンスロ装備はねいいと思います。魔一つの金砂子、なんか知らんが、いつの間にか持って。霊視がねあと8個で、体の方が千年子。サンスロのね傘と衣を作らねばならんだろう。じゃあ今日はちょっと一回行ってみますか。パラメーター上がっちゃった状態でタワーディフェンスを一回行ってみよう。あ、なんかイベントある。あ、家自体の建て直しか。なるほど、大仕事だ。皆の手を借りるぞ。もちろんさ。何でもやるっちゃ。今何でもやるって言ったよね。前の家に埋着があるのじゃね。ちょっと間取りを、以前の広さや間取りで建て直し、使いにくかった細かいところを変えて。匠はおらんのか。分かった。あれが図を起こそう。いいですか。物を置くとこ増やせますか。冷蔵庫が欲しいよね。いいじゃろ。じゃあ裏はトイレを家の中にしてくれ。寒すぎなんじゃ夜。でも昔の家ってトイレ大体外だもんね。うわ、そうですな。キュウリもいるわけだな。よし、必要なものが揃ったらそれがしに。キュウリだけじゃん足りねえの。もう明日で終わりじゃねえか。千年子6とか高っ。とりあえずキュウリの、キュウリ、キュウリ、何回キュウリ腐らせたか。5個ください。100枚チカット、チカット。そして霊視と千年子がめちゃくちゃいるから、うわー、たけーたけー。マジか、マジっすか。そっとそっと、マジっすか。うわー、60ダワラも消滅じゃ。私は一向に構わん。チカット、よし、じゃあ明日は待とう。まあこの後のね、サンスロのね衣と傘を使わねばならんのでしょうがない。じゃあ昨夜は都に体を売りに行きます。体、労働力。はは、よくぞ参った。アマホホを楽しみにしておるぞ。アブラムシ君を大事してゆかんかの。行きます。第1波から始める。守れ。第1波って
止め第一波じゃねえじゃねえか。第一波は段差なかったろ。俺の知ってる第一波と違う。上が邪魔すぎる。やめんかい。第一波多すぎ。そんな速くなかったでしょ。こんなに激しくなかったろ。おかしい、私の知っているダイパーと違う。なんか下 5.7 あれなんだ。防衛度 58% 敵だ。ね、こうやって奥に行くとさ、急に近場に降ってくるの。お前ら低いって。止まっちゃってんだよね。ここで使うことで全員まとめて殺せるのが楽です。我がゲージを残しとかないと。一番下だけだったらね、これで一気に持っていけるんだけど。ゲージだ。ほら。ピクセ。第二波、防波まであるっぽいからね。第三波。こうやって行くとここが襲われだすんだよね。まあ赤がいなければだとか。大事なのはね、技だね。やめて。あ、一番下からでもいける。一番下でもこう、やめてそれ。一番下からでもいける。扇風剣最強。やめてー。油増し君やめてー。 OK、 一番下から行けるのが分かったのはでかい。風の範囲的に1個上じゃないと届かないなって思ってたけど大丈夫らしい。テキテキしながら。ダメじゃねえか。あれか、他のところの巻き込んでるから当たり判定になってたってことか。ちょっと数が多い。これでも巻き込んでたってことか。だから上だけを守ろうと思ったら、あ、逆にここからでも下を巻き込める。ちょっとおい多すぎる。ちょっと多すぎます。巻き込め。あー、今度気持ちいい。すぎー。
さあラストか。なんかでっかいボス来てもおかしくないよね。一番上から来るのやめろ。どこを見ておれ。だからやめて。ヒッサー旋風剣だ。ぶっ込めと。てヒッサー旋風剣よっぜー。こっちじゃ。これ使えばいいんだ。いけぎゃあ、奥まで届いてないのはちょっとしんどい。まずいまずい。前が入っちゃった、前が入っちゃった、前が入っちゃった、まずいまずい。前が入っちゃう。2回連続のミスは許されるものではない。2回連続のミスは許されるものではないのだ。あー、あと1匹妖怪1足りない。2回連続のミスは許されない。あー、これ失敗？マジ？ミスですね。ミスは何もない、ただ働き、ただ働きは許されない。いやー、ただ働きはダメでしょう。そうね、やっぱ巻き込まないといいの。いけいけとととこれで、ね、吹っ飛ばした。ダメか。必殺旋風剣。大事なことは巻き込むこと、コンボをつなげることが大事。これやっぱあれだよね、一回目から結構きついよね。落ちよ、いけは、いくぞ、は、は、ぜあ、もういたのか木の裏に隠れるんじゃねえよ。あ、終わったって思って気抜いたら終わらねえし。ゆっくり歩いてくれって罠だから。先に倒しとこうかと思って奥行くとね、手前に行ったんですよ。それ巻き込んで倒すのが止め。必殺旋風剣。旋風剣はやっぱちょっとゲージの減りがきつすぎる。ぶっ込め。赤い油の人が向こうに必殺必殺旋風剣止め止め。終わりかな。そこもらった。第2波鼻から上ついてね。
失敗しても貯めたポイント分ぐらいさ時給くれるのかと思ったらくれないんだよね。基本は赤を止めないと。逆に赤以外はそんなに火力がないんだ。やばいやばい。うん、強い。どこを見ておる。よしよしよし。コンボコンボコンボ。強い。こっちじゃ。さあ次4。まあ、赤も弱攻撃一発で倒せるなんてだいぶんだから。一応雑魚ですらまだ一撃じゃないから。そういえばシャトバスで降りれた。今さらの知識出たな。そういえばそんなのあったな。めんどくせえなって思ってたんだけど。よし、さあ最後ここだ。ここまあさっきは2回連続であれ失敗したからあれが見てるって言ってた。よし了解。あ、よかった、報酬プラスされた。100万かな。了解、100万足りないになるかも思ったんだけど大丈夫だった。あ、まだあんの。え、嘘、5だったじゃん。ストーリー、まだなんだかなーん。まさかのまだある。空から石の雨が降ってきてるような感じだね。おいー。
さあ、じゃあいくつまであるの？10まであってもおかしくないな。第7波早いって。キッサー旋風剣うっとめー落ちよう。やっわざとギリギリまで遠距離やな、しんどくない。これの待ってたらまとめてね、吹っ飛ばすのはまあ悪い選択じゃない。必殺旋風剣ぶっ飛べ。超攻撃で上に飛ばす方がいいのかな。旋風剣いやーもらった。そこ行くぞ。ああ10までありそうな気がしてくるね。これと8今ゲージが足りてるからこの戦い方でいい。これちょっと少ない。ぶっ飛べ。どこを見ておれ。はっ。もうちょっと技が欲しくなるね。こうなるとやっぱり。よしよし、いいコンボに入ってる。まさしくね、岩が走ってる。行け！ほっ！どこを見ておる？ダン！よっ！落ちよう！ぶっ飛べ！ほっ！さあ、あと2か？まあやってるとやっぱ慣れてくるね。必殺旋風剣ドイヤハッツッデイクチャハッフッダーよっぶっ飛べ。必殺旋風剣風剣はうまく巻き込めない。結構芸術的な旋風剣もらった。そこはっだ飛べ。やめろ、ダッシュになるのもやめろ。必殺旋風剣ふっふっぜーこっちだ。まずい。お前や。はあ、さあ次でラストお願いしますよ。さすがにしんどい。99まであってもおかしい。ちょっと遠距離ばっかり。バカが。なっ、ここはそういうマップね。オッケー。行け。ここはそういうマップね。ってことはまだなんか特別なのありそうだね。
と遠距離を確実に倒し、実は痛い。どこを見ておれ。行くぞ。今この裏にいるから。必殺ジェプーテン、行け。さすがにこれで終わりっぽくないな。なんかでっかいアブラムシ君来てもおかしくないもん。あれ回復量が足りない。回復足りなくなってきてるぞ。やばいな。これ無限かもしかして。単純に1回目のポイントが低すぎたから俺が報酬もらえなかっただけで、失敗するまで無限に続く可能性も出てきたね。例えば今だったら250万、100万超えて次の報酬とかそういうタイプだもんね。それ必殺ジェッパーテン、そこよっしゃ、すげえ、もらった、いけ、遠距離攻撃が痛すぎる、いけ、こい、届いてない、届いてない、場所が悪い、次ぐらいでミスるぞこれ。うわそろそろやばいぞ。決めれる技、うん、高波返しはここでは絶対に使えない。露発点、暴れ駒で吹っ飛ばす、これは上、暴れ駒で近場、暴れ駒消費が少ないんだよね、15って。どうだ、当てにくいか、あ、これはラッキー、これはラッキー、暴れ馬逆に飛ぶからね。行け行け、お前死んでねえのか、やめろって。遠距離もこんだけ重なると本当にきついんだよ。届いてない、ダメだ、あー13、あ、結構くれた。あー、これは最高得点更新系かな、もらえるの。まあ次はクリア後かな。
よくやった。お、大義である。下がれ下がれ。はあ、そしてそんなに満腹減らないね。これやっぱ技だよね、重要なの。まあ、力も当然重要。弱パン一発で殺せるになるとだいぶ違うけど、やっぱ技だよね、技。